こんにちは、カイロプラクターの湯原隆です。今日はですね、カイロプラクティックでケアしているもの、カイロプラクティックが治しているものというものはどういったものなのかということをご説明しますね。これはですね、あらゆる病気や症状の根本的な要因となってくる、また原因となってくる、関節の機能不全、神経の流れが悪くなってしまっているところの骨の歪みなんですけども、これ言葉で言うと少し難しいと思うので一度、説明させていただきます。こちらの画像ですね、画面ご覧ください。これ首なんですね。でサブラクセーションとレンジオブモーションって書いてあるんですけども、レンジオブモーション、可動域って言って動きですね、どのくらい動いてどのくらい動かないのかっていうところの、お話なんですが、今これ首なんですけども、こちら側が前後ろですね、同じく前後ろってことで首を見てるってことですね。首の違いをチェックしてるんですけども、例えばこっちが頭で、ここに鼻があるってことですね。ここが鼻。前に倒れて後ろに反らして、前に倒れて後ろに反らしてっていうような動きですね。その時にここの今赤い部分見てもらうと分かるんですけども、こちらとこちらを注目していただきたいんですね。でこちらっていうのは、例えば首が曲がった時にこれ開きますね、関節が。分かりますかね、開いてる、こっち動いてないですね。首が下に向いた時に開いてるんですね。ここがこう開く、閉じて開く、閉じて開く。こちら注目していただくと、閉じたまま首が曲がってるんですね。でこれ同じ可動域を保ってるんです。2つとも同じ領域で2つが回ってるんですが、ここが開いてない、動いてない、ここが開いてます。こちらがサブラクセーションと呼ばれるものなんですけども、首の可動域自体というのはこれ同じぐらい可動を保てるんですね。今のこの状態の場合ですと保てるんですが、一つ一つの骨の可動域があるのかってなってくると、また話が別になってくるんですね。でここから神経というものが出ているので、ここのこういったサブラクセーションといったものがあると、神経の流れが妨害されてしまっている、神経に圧迫接触、何かしらの機能不全、機能低下というものが起こってくるので、屈曲した時というのは同じ可動域なんだけども、単品では動きがないということで、ここの神経系の機能が得られちゃうんですね。例えばこの首っていうのは自律神経の問題があったりとか、自律神経に関与してくる問題が起きてしまったりとか、もちろん上の方だと目とかこうコントロールしたり、鼻とか喉とかいろんなところをコントロールしていくんですけども、また自律神経系の部分が乱れてくると、例えばそれが内臓の問題だったり、免疫機能の問題だったり、ホルモンバランスとかにおける内分泌系の問題だったり、精神的な部分だったりですね、自律神経系、まあ、そういったことでさまざまなことが起きてくるので、カイロプラクティックではその出てしまった症状、例えば自律神経系の問題で出てしまっためまいとか頭痛とか吐き気とか耳鳴り、こういった血管に対してアプローチするのではなくて、こういったサブラクセーション、これに対してアプローチすることで、結果的にそれらの症状が根本的なところから、自分の力でね、自分の機能で治っていくってことなんですよね。ですので、カイロプラクティックの場合だと、どうしてもですね、こう出た症状に対してやるわけではなくて、患者様ですかね、こう来院される皆さんの機能低下されているところを見つけて、そこを正確に分析して正確に取り除く。その結果、自分の機能が自分で治っていくってことなんですね。ですから副作用もなければ後遺症もないってことで、大変素晴らしい療法です、うん、ですからね、皆さんもね、まずこの自分の現状といったものがどういった状態になっているのかっていうのを把握するっていうのが、これはもう大前提として必要です。それが健康に対する必要な、大前提になってくるので、まず自分の機能が、自分の骨格の状態が、バランスがどうなっているのかっていうのを科学的な観点から調べてチェックして、しかるべきタイミングでしかるべきケアを、されることをお勧めします、以上です。